こんばんは、うさです。ドラゴンクエストビルダーズ2。今夜も始めていきたいと思います。はい、ただいま、ブンブルク城の跡地みたいなところで、ただいま、再建中って感じになっております。それで、今、いろんな人たちのお願いを聞いて、お部屋作ったり、料理を作ったりで、裏切り者がいるんじゃないかとかいう話になってるところで、今、戦いが始まるところでございます。多分、兵士の皆様もう大丈夫だと思います。武器も渡してあります。さあ、それでは行ってみましょう。シドさん、いかがでしょうか？うさ、鐘の音に釣られやがったのか、ハーゴン軍の連中がやってくるみたいだぜ。今まで感じたことのない気配もある。どんな奴らが来るか楽しみだな。どうだ、うさ。戦いの準備はいいか？合点。よし、どんな敵が攻めてこようが、俺が残らずぶっ潰してやる。頼もしい。おぉ。スーパーなんとか、人。はい。覚醒。さあ、行くぞ、うさ。俺は今暴れたくて仕方がない。頼もしいやら。あ、いっぱい兵士がいる。嬉しい。これなら勝つると思う。ええ、ウサの守備力が上がった。何したの？誰が何、あ、作る。なんか飛んできたよ。ちょっと待って、飛び道具ずるくない？いや、あの、巻き菱みたいなのいっぱい巻いて、やったら見たらなんか、硬い兵を高く積み上げて、魔法の、なんかこんな、対魔法の、ねえ、なんかこんな塀まで作っちゃって、確かにこっちも汚いかもしんないんだけど、なんか飛び道具来たよ、今。あんな攻撃初めてなんだけど、どうしよう。戦局が見えない。戦局、あうちすっごい声上げちゃった。どうしよう、これ。おろ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 。おろ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 。あ、ちょっと、チラ見してみようか。チラ。チラ、どうなってんの？あ、向こうにある塀の方で結構みんな頑張ってって、なんか巨大なの暴れてる。おかしい。こいつおかしい。絶対おかしい。行っちゃってください、指導先生。ハートコン、なんとかスペシャルアタック。はい。あ、結構いけた。うん。さすが。人海戦術ってやつ、これ。勝てたぜー。やったぜー。ハーゴン軍の連中を倒せたな。いつも以上に手応えがあったぜ。でしょうか。シドウさん。あなたの戦いぶり感動しました。これからはあなたについていきます。兄貴と呼ばせてください。兄貴キャラになってたよ。いいのかな。聞いたかよ、ウサ。こいつら俺の強さに惚れたらしいぞ。何自慢してんねん。兄貴というのは気持ち悪いが、確かに。ついてきたいなら好きにしろ。それはそうと、敵の中に強力な魔法攻撃を仕掛けてくる厄介な奴がいたんだね。あれは妖術師だ。奴らの魔法は、今ある城壁も、レインバリアンも飛び越えてきてしまう。奴らの魔法を防ぐためにも、そろそろ城門を作らなければならないな。城門。敵の攻撃で。城の一部が破壊されてしまったのを。じゃが、案ずるな。今やわしらとて、ビルダーじゃ。島の壁を修復する家、しばし待っておれ。この缶って、いらなくね。はい、ありがとうございました。農民もいるね。畑作った方がいいのかな。あ、水落ちちゃった。寒い。ほう、ということで、わら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 、みんな戻ってきたんだけど、私の一押し。はい、アネッサさんだった。うさ、城の壁を越える魔法を放つ敵も現れた。そろそろ本格的な城門作りを進めたい。城門があれば、攻撃を防げるだけでなく、守りを固めながら敵を攻撃できるだろう。なんか汚ねえな。さあ、うさ、まずは防御と同時に攻撃もできる。縄文の設計図を書いてくれ。他人任せやねー。この子かわいい。ゼセール。とか。
おおおおおおお。なんかすごいよ。また、また、また、そんな、うわー、またそんな、なんだっけこれ、なんか、すごいこういう建築見たことあるけど、すごい、これはすごい、縄文の設計図が描けたのだな。強固な門だけでなく、城内から攻撃できる大弓もあるとは、これでハーゴン軍を迎え撃てるだろう。サグラダ・ファミリアとかってやつ？そんな感じ？ちょっと違うか。でもこれだけの建物を嘘だけで作るのは大変だ。早くも僕たちの出番が来たね。ディック先生。これだけ大きな建物だ。建築はビルダーになった僕たちに任せて、ウサには素材、建材集めを頼みたい。今まで大きな建築をするときは仲間たちが建材を集めてくれていた、だって。すまないが僕たちはビルダーとしては未熟だ。建材集めは君にお願いしたい。そっか。しょうがない。あ、ゼセルさん。私の一押しゼセルさん。収納箱に、城の壁やその他の建材を入れてくれれば、私たちも建築を手伝います。まず大理石を集めて、城の壁をどんどん作ってください。城の壁はざっと800個は必要です。軽く言うね、800個。ちょっと今くじけそうになりました。はい。他にも必要なものは作業台を見れば確認できるようになっています。大弓や敵の縄文は収納箱に入れてくれれば私たちでも置けますが、うささんが置いてくれてもいいですよ。とにかくうさ、建材がなければ僕たちの建築は止まってしまう。君は建材の供給を気にかけてくれ。縄文の完成がムンブルク城の再建につながるだろう。すまないが私はウィルダーではない。建築は君たちで進めてくれ。アネッサ、アネッサどこまでもクールやね。行っちゃったよ。トイレとか言って行っちゃったんだけど。切ないの、これは。なんだっけ？なんだって？はい。建材の、あれを作んなきゃいけないんですね。はい、作りますよ。825個。もう、今、話吹きそうなの。2、3。これだけ全部使っても、390個しかできないよ。白の壁。どっからか持ってきちゃえばいいのかな？それから、できない。あと2個。それから、なんか、切なくなってくる話ですね、これ。こういうものだっけ？なんか集めてくれてた他の今までの人たちが懐かしいっていうか、どれだけありがたかったかが今すっごい身に染みて分かっております。で、王様一人で寝てるしね。いいんだけどね、王様だからね。でも、ちょっと、いろいろ、ちょっと切ないね。やっぱりね。大弓。何個作ればいいんだ？大弓5個。はい。で、これを収納箱に入れればいいんだよね。でも収納箱どこだ？収納箱自分で作るの？それとももう作ってくれてるの？どうなの？どうなんだ？なんか作ってくれてないかもしれないから、これぐらい作っていくよ。はい。もう1個作るも2個作るも一緒です。あ、水、ここ、ちょっとどうにかしないとっていうか、あれ？もう始めてる？あれ？みんなどこに行って、どこから撮ってってんの？え？ん？ちょっとついてってみよう。みんなどこ行くの？ここの中、はい。ちょっと見せてみ？なんか、はい。じゃあここに、入れとくね。はい、入れとくね。よろしくね。はい、頼むよ。はい、頼むね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ箱いらないね、これ。箱いらなかった。はい、ほい。で、絶対圧倒的に足りないので、大理石、大理石。
体積を取ってきた方が早いのか、これ。あ、そうだ、あとウォーハンマー作んなきゃいけないの。私、ウォーハンマーで、なんか、さらに、そう、これ作んなきゃいけなかった。私、その時、鋼がまだなくてできなかったんだ。おー、強そうになった。うん。カチコチ金属もお手軽に破壊。ウォーハンマーを装備した。やったぞ。すごいじゃないか。新しいハンマーを作ったんだな。それがあれば、前よりも硬いものを壊せそうだ。周りのものも手当たり次第にぶっ壊せよな。そういうもんでいいのかな。女の子なのに、こんな、でっかいの、すっごい、なんかもう、振り回せるとかすごいと思います。かなり腕の筋肉が鍛えられてると思われます。いいよね、こういうのもね、でも。で、あーなんかここそういえばいっぱいいるんだな、痛い。来ないで、来ないで。今の私は痛いよ。あ、違った。あんた違った。あ、赤い石がある？違った。いろいろ見間違えてる、私。これ何？これ何？これは何？これ大理石じゃないわよね。ちょっと、区別がつかないわよ。もうちょっとわかりやすくしてほしいところだと思いました。大理石というからには、ちょっと高級そうなあれよね、あれ。柄が入ってるような白っぽい。えい、すごい、なんか気持ちいい。ただすっごいなんかこれ、コントローラーの振動が来る。すごいね、これ。あ、これだ。これや。私が求めていたのはこれ。あ、落ちたよ。ちょっと待って。足場がなくなってる？なくしたのは私？私だね。これ、なんかすっごい地道な作業になる。でもしょうがないか。えい。ここから、行ったるよ。これって、上にも行った方がいいのかな？やっぱそうなのかな？上に行って、取ってこいっていうタイプかな？あ、落ちた。あ、でも3撃で、なんとか壊れるようになってるから大したもんだと思う。かなり強くなってるとは思う。でも足りないよね。これじゃ足りないよね。え、これぐらいしか大理石ないのかな？大理石ってやっぱり高級なのかな？珍しいのかな？でも今のってあれだよね。建築とかによく、大理石っぽいタイルをよく使ってるのを見かけるけど、あれはどうなのでしょう。あれはちょっと、偽物？これ、大理石？ 16 個しか取れてなーい。なんか、すごい足りない気がするよ。とってもなんか間に合う気がしない。ここ、足場崩しちゃっていいかな、もう。これでできるかな？本当に間に合うのかな？速度がね、間に合わないってやつじゃないかと思うんですよ。あ、ディック、落っことしちゃった。ディック。あ、貴重な大理石が、結構取り損ねた。なんかどっかの素材島とかでないのかな？あったらいいのにな。そしたら助かるのにな。取りに行けたらいいのにな。しょうがない。これだけ持ってとりあえず何個できるか行ってみよう。船着き場、違う、ムンブルク町。行ってみよう。こんなところに落とされんだ。まあいいや。さあ、大理石じゃないや。何個できるかな？何個できるかな？ 15 個で、150個、どうや？やったれー。間に合うかな？間に合うのかな？これ。
絶対間に合わないね、まだ。まだ超必要だよね。あ、どこへ行ってたら、破壊しちゃった。間違えた、間違えた。はい、ごめんなさい。どこに入れてるんだ？ん？あ、みんなこっちだ。うふーんとか言ってる。何、王様なんか、若い娘とランデブ？ちょっといいゴミ分ですな。はい。これ絶対間に合わないって。外に出稼ぎ行った方がいいかな、これ。モンスターが現れた。嫌だ。勘弁してくださいよ。こんな時に、何も忙しい時に来なくても。いや、まあ、そう、向こうもその、それを狙ってきてんだろうけど、ねえ。よし、これでやったらなんか、結構早いぞ。これでなんとか、あと何個かわかんないけど、ここら辺の全部、ほじって持ってけば。あ、やった。ほじほじ。ほじって持っていけば、間に合うかな。絶対なんかもっと効率的な方法がまたある。突っ込まれる気がする。すいません。効率悪いことしてると思います。多分。でも頑張ってるの。それなりに、効率悪いなりに頑張る子なの。これでどう？だいぶ数揃った？どう？これ一枚ほら、なんか薄皮めくっても、城壁ほら、これ三列ぐらいで構成されてるから、一列ぐらいなくなっても大丈夫な気がする。薄皮一枚剥ぐようなもの、だと思う。これ雪だった。あ、この曲かかるとなんか泣けてくる。頑張るよ。ハーゴに負けないよって感じになる。そしてロンダルキア行って探しましたよの人もワンワンの人も仲間にしてなんか滑る床とか使ってイライラしながら進むんだ。そんなドラクエライフ。あ、いっぱい来た。さあどうだ。60個。これでもまだ60個しか取れない。すごいね。まきびしりくるんであるんだよ。私。あ、でもここまで入り込んでる。やだな。入り込みすぎでしょ、みんな。もう、結構強くしたつもりなんだけどな。ほい。あと何個？あと何個必要なの？あそこ見れればいいのかな？何個必要かは。い。あ、これも大理石が必要なんじゃん。これもこれも。え、全部そうじゃん。あ、ここら辺はいらないにしても。うわぁ、うわぁ、大理石って大事。大理石が欲しい。この際フェイクでもよくねって気がしてきた。ああ、大理石ってもっとどっか取れるとこないのかな？ありそうな気がするんだけどな。大理石ばっかり探してるよ、私、先からもう。どっか、それっぽいとこないかな？それっぽいとこ。人間見つけた。あ、いて！切られた。あった、この辺。どっせーい。かましてみましょう。はい。気持ちよくね。はい、もう一発。ゴーン。うん。足場がない。足場作ってからの。なんか下で暴れてるなぁ。嫌な感じだ。絶対これなんかもう本当にね、またね。あ、もう、落っことすなぁ、もう。
しょうがない。こう、まず足場を崩す前に。パパパー。もうほんとこの音楽に私は今日ずっと悩まされながらやっていたわけですが。パパパー。パパパー。これでも足りないだろうなぁ。でも、あ。ごっついハンマー持っちゃってまぁ。あ!あ、落ちた。いや、大変これ。大理石集めでこんなに苦労すると思わなかった。どんどん、あ、どん、あ、違った。あ、違わない。いい。いよいよ。いっちゃいっちゃい。これで、ここから、撃てんのかな?広範囲で。いったれ。うん、撃ったね。手当たり次第に持っていけば、どれかが大理石。そしたら、何個かは、あ、38個。圧倒的足りなさ。悔しい。あとどの辺?あったあったあった、この辺。へいへい、壊しよー。破壊活動。破壊神降臨でーす。あそこにもあるね。これ、増えてる?増えてないよね。違うよね。絶対私の気のせいだと思うんだけど。とりあえずこの技は覚えた。覚えた。私覚えた。このジャンプしながらの、あ、なんか黄色く見えるけど、これそうだよね。あ、追い越っちゃった、また。これでどうだろう。あ、これ違った。大理石に見えて違った。騙された。これかな?これがそうだよね。これが、あと取りたいから、これをこうして。これもこうして。あ、やりすぎちゃった。こうすれば、これで。はい、取れた。はい、だいぶ取れてきたけど、まだまだ足りないと思う。大理石。これ違った。一撃で壊せるのは大理石じゃない。覚えた。なんか青いの綺麗。見たことのない青いの取った。さあ、これでどう?少しは作れるかな?で、多分ね、またこれ、ツイッターのフォロワーさんがこれをご覧になってくださいまして、多分、ここにありますよとか、見過ごしてますよって言われて、ちょっとショックを受けることになるんだと思う。あったの?そこなの?空腹で倒れそうだ。クオ。森。なんかね、ほんと手に取るようにそういうのがわかる。最近なんか、私の動向ってそういう感じなん。わかってる。私知ってる。そうなん。で、これ、あと何個 ?5 個だから、ちょっと待って、5個、あるってこと?私持ってるの?あ、あとね、これと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 、なんか、我ながら、自分がね、なんかデザインしたことになってんだけど、なんちゅうデザインにしてんねんって、ほんと、言ってしまいたくなるよね。あ、これ足りないよー。てれれれれれ。これも多分足りないよー。言ってください。そしてこれは、あー、足りるかなー。あ、いけるかなー。あ、この、やっぱりネック全部あれがね突っ込んでも、あ、
ここまでしか行かない。あと何個くらい？あともうちょい。もうちょい。大理石集めって結構大変ですね。こんなに苦労すると思わなかった。え、ちょっと待って、何してんの私。え、ちょっと待って、違う。多分ずれてるね、これ。はい、ここだ。ちゃんと見て、はい、よく見て。よく見て入れて。はい。はい、イン。全部突っ込めました。はい。さあ、これでどうだ？あと何個ぐらい必要なのかな？それこそ、集めてきたらどうにかなるかな？これで、破壊。この、最強ハンマーを持った私の、くらえ、い。これで、なんとか。これ、後ででも修復しろとか言われて、なんかまた泣きそうになるような気がするけど。今はもう、構うもんか。いったれ。しょうがない。今はもう背に腹変えられない。で、こういう時使っていいはず。そして、この辺のも使ってしまえば、ひょっとしたらいつか足りるんじゃないだろうか。そんな気がする。皆さん力を貸してくれ。ほわ、ほわ。これでなんかもしかしたらいけそうな気しない？いけそうな気しない？なんかまだ35個ぐらいしか集まってないんですけど、いけそうな気しない？これで地味に集めてれば。うわー、うわー。みんな頑張ってるね。ちょっとね、頑張っててね。あとでもう少ししたら行くからね。すごいね。破壊活動してます。城壊しまくって、削りまくって。でも大丈夫。あとで多分どうせ直すって言われるのは私だから。その時にまた考える。その時までにもしかしたら素材島でほら、取れるようになるかもしれないし。そしたら、直せる。大理石いっぱい出てくる。だからごめん。大穴開けちゃった。すっごい肩通しよくしちゃった。ごめん。でも、大丈夫。そう、破壊あるからこそ、想像がある。そういうお話、なはず。どうだ？ほら、180集まった。もしかしたらこれで足りるかもしれない。ねえ、すごい。なんかもう、自転車操業ってこのこと？間に合うか、これで。ほら、間に合ったー。やったー。これでできるよー、できるよー。すごーい、集まった。すごい、カツカツな感じだったけど。なんとかなった。はぁ、疲れた。でもこれでみんなが、あとは作ってくれるはず。はい。なんか夜になったのにみんな頑張ってくれてる。ありがとう、ありがとう。そんなこんなで、大理石集めになっちゃったけど。はい。終わりまーす。はい。ちょっと、切り良いところで、今回の大理石クエストを、はい、終了いたします。ここから多分、縄文が、しばらくしたら、出来上がってるはずですので、なんかカップ麺みたいになってますけど、多分出来上がってると思うので、その後、続けていきたいと思います。どうぞ次回もお楽しみにお待ちくださいませ。もし、こちらの方、次回とかご期待くださっていただけるようでしたら、チャンネル登録やツイッターのフォローなどお待ちしてます。それでは、ありがとうございました。またねー。